エルマー・クリフトンは、アメリカ合衆国の映画監督、俳優、脚本家、映画プロデューサーである、エルマー・エス・ポンド、エルマー・ポンドとも名乗った。1890年3月14日、アメリカ合衆国のイリノイ州シカゴに生まれる。1912年、セリグポリスコープカンパニーに入社、同社が量産する短編映画に出演する。1915年、自らの主演作で、 映画監督としてデビューする。1917年からは、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニー参加の、ブルーバード映画で、エース・トーミー・ナイト、死の飛行、人穴、鉄の炎、悪霊、無言の罪、わし、熱血の権威の8作を監督し、7作が日本でも公開された。1919年、D.W. グリフィス監督の、バビロンの陥落を最後に、 俳優業は廃業した。1920年、同監督の東への道ではビーハン監督、スタントを務め、リチャード・バーセルメスの代役、流氷上のリリアン・ギッシュの遠景での撮影では、代役を務めている。1940年代になると、ポバティローと呼ばれる、独立系プロダクションの一社、リパブリック・ピクチャーズで、西部劇やスリラー映画を量産する監督となり、 オリジナルストーリーや脚本を他の監督に提供した。1949年10月15日、カリフォルニア州ロサンゼルス市で脳内出血により死去した。満59歳没。同州グレンデールにあるホレストローンメモリアルパークに眠る。特筆のないものはすべて監督作である。ありがとうございます。